ケ界の勢力図を一変させるだけの力を秘めています。まるでウォーミングアップかのようにファーストステージをクリアしてやってまいりました。今何の準備中ですか？今ですね、これセカンドステージがこの後やるんですけども、ちょっとそれに向けてどういう紹介をしようかなとか、まああんまりそれ通りに行くかはちょっとわからないんですけど、こういうことを言えるなとか、なんかいろいろこう情報を整理してですね、まあそんなことしながらも本番になるとね、あんまりその通りには多分やらないとは思うんですけど、まあまあ見とくことが大事なんで、そうですね、チェック中ですね。ファーストとはちょっと違った情報も交えつつ、そうですね、まあもちろん押したいところはちょっとどんどん喋りつつ、まあ違うところも入れつつ、またセカンドになるとファーストのお祭り感とはまたちょっと違った空気になるので、まあそのあたりの重さというか、そういうところも出していきたいなとは思うんですけど、まあ、ちょっとやりながらですね。ついにセカンドステージが来ました。薄暗くなってきて、日も暮れてきて、雰囲気出てきましたね。もう本当にセカンドステージからはガラッと空気が変わって、本当に真剣勝負になるので、背筋伸びますね。はい、センター。どういう気持ちで今セカンドエリアをご覧になってるんですか？今ですか？まあそうですね、今回ファーストステージで終わってしまったので、まあ、できるだけこうセカンドステージのいろんなエリアを目に焼き付けて次回に生かそうかなと思ってます。もう来年のこと。そうですね、はい、次に向かって動いてます。この友人同士でセカンドステージに来るってどうですか？嬉しいですよね。やっぱりこう1年間ずっと一緒にこの今日まで練習してきたので、やっぱりこうお互い同じ気持ちでここに立てているので、どっちもやっぱりクリアしてサードステージ行きたい。そうだね、セカンドステージクリアするぞ。ま、今日の日のために1年間限界突破の練習を毎日積み重ねてきたんで、ま、今回ファイナルステージが絶対目標なんで、ここは通過点として行きたいんですけど、天気もこんな感じでちょっとファーストステージ大波乱があったので、あんませかずに一個一個落ち着いて慎重に行きたいなと思います。今回は背負ってるものが違うと思います。はい、そうですね、なんか今ではとはまた違うプレッシャーがあるというか重みがあります。何かアッコさんには言われましたか？あ、しっかりと力出してっていうのを、まあ、落ちたら知らんとみたいな感じでした。はい、でも実際にとってセカンドは余裕です、はい、余裕とは思ってないんですけど、まあいけるとは思ってます。まあ、ミスしないように油断せずしっかりやりたいと思います。行ってほしいですね、うん、なんか自分やるよりめっちゃ緊張してるんですけど、いやでもすごいんで絶対行ってくれると思います。トップバッターは3大会連続のセカンドステージ、初めてのサードステージ進出を目指します、アクション俳優才川浩二。さあから3大会連続で挑め、才川のセカンドステージが始まりました。まずは回転地獄ローリングログ、ここをクリアして目の周りはどうだ、前回ここは這うようにしていきました。そしてサーモンラダー上りは4段、1段目2段目3段目、そして4段目、スムーズさを年々増してきているサーモンラダー才川浩二。下りは3段、最初の挑戦ではこのサーモンラダーの下りでリタイアとなった。しかし才川は年々進化を遂げています。ここも全く問題なし。
飛び越えていった。足を少し取られている。残りは間もなく10秒になる。時間がない、時間がない。才川浩司、最後はウォールディフィング。残り10秒、まずは30キロ、2枚目、40キロ、残り3秒、2秒、上げてボタンを押せ。才川間に合わなかった。マジ。しかし届かなかった。いけない、いけない、いけない、うわー、惜しかった。いけると思ったんですよ。まあでも来年も頑張ります。3回目か。悔しい。ハヤテがやってくれるよ。コーチのためにも、うん、僕が絶対サード行って、うん、行きます。続いてはサスケ界の勢力図を一変させる力があります。ファーストステージ見事なクリアがありました。親友才川の分までサードステージ進出なるか。梶原颯27歳、三半区間も大丈夫そうだ。全く動じること、ぶれることがありません。サーモンラダー上り3段目、4段目、ここもいった。見事なシックスパック。体脂肪率鍛え抜かれたこの肉体美、梶原颯。サーモンラダーの下り3段もこれも余裕を持って、まだ余裕がありそうだ。クリアをしていった。残り70秒になる。スパイダーウォーク、スピードもある。ここは滑らないように気をつけなければならない。その後スパイダードロップ、しっかりとクリアしていった。8メートル進んでいく、進んでいく。まだ30秒を切ったところだ。ゴールディフティング、いけるよ。30キロ、40キロ、パワーもつけてきた。50キロ、梶原颯サードステージ進出。20秒72残し、ありがとうございます。夢みたいです。うわ、20秒残しですね。本当ですか。はい、えぐコーチの分もみんなの分も全部背負って、夢の舞台サードステージ全力で楽しんで、でもクリアすることを目標に、それもたくさん練習してきたんで頑張りたいなって思います。応援してます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。頑張ります、頑張ります。よし、旅行っちゃう、一瞬触らせちゃう。顔かしてちょっと乾かしてこれ練習じゃこんな絶対顔かさんと乾かしてないからネチャネチャじゃない。乾いてる、乾いてる。頑張ります。ありがとうございます。行きます。絶対行き。はい。よし、行き。はい。頑張れ。おっしゃ、よし、行きます。よし、お前の力に従え、行け。おい、行け。最強軍団黒虎の絶対エースが登場してまいります。山田軍団黒虎、山本義行。よっしゃ、行け。無類の安定感を誇る黒虎のエース山本がスタートしていきました。セカンドステージローリングログ、ここはいとも簡単にクリアをしていった。さあ、そして目の回り方はどうか。
見た目にはそこまで影響はなさそうだ。サーモンラダーに入ってきた黒虎の絶対エース山本、さすがの速さがあります。山本義之、山田勝美軍団、山田軍団、黒虎のエース、サーモンラダー下りも非常に速い、スピード豊かだ。なんとまだ34秒残っている。ゴールリフティング2枚目3枚目、なんというスピードでのセカンドステージクリア。足入れていけ、足入れていけ、ええから、足入れろ、足入れろ、足入れろ、いいから、もう上げてしまえ、いけ、言うこと聞かへんさんだこいつは。山本義行黒虎、26秒55を残して、セカンドステージ見事にクリアしていきました。ありがとうございます。余裕の笑顔ですね。前回死にそうになったんですけど、一回経験してる分ちょっと前回よりはイメージ持ちながらできたんでよかったです。次のステージも頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。やりました。オッケー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 。今年黒虎を抜けてリスタートを切った男がスタート地点に現れました。かつてのチームメイト山本がクリアした、その後に続くか、現役キングオブアスリート伊佐義則28歳。おしゃいったれ、伊佐のセカンドステージが始まりました。ローリングログ、前回はサードステージに進みました。3大会連続を目指します伊佐義則、ちょっとふらつきながらですがサーモンラダーに到達しました。順手と逆手で1段2段そして3段4段と勢いをつけながら行きました。この後は下り、反対側のバーを右左と順番に持った、ちょっとずれた、すぐ立て直した、2つ目、3つ目といった、現役キングオブアスリート十種競技の伊佐義則です。セカンドステージは筋力、持久力、スピード、総合的な能力が要求されます。その中でスパイダーウォークに入ってきた。残りは1分を切ってきた。スパイダードロップ、この落下にキングオブアスリート耐え抜いてクリアした。はい、50秒50、バックストリーム、あと残すところ3つのステージエリアとなりました。残りは40秒、まもなく40秒となります。現役キングオブアスリート伊佐があっという間に9メートル泳ぎ切りました。さあ黒虎を抜けても赤虎としてサードステージ進出なるか。伊佐ちょっと滑っている、25秒24秒とまだ時間がある。さあ最後ウォーリフティング、1つ目2つ目、しっかりと上まで上げた。3つ目も上まで上げ切って伊佐義則貫禄のセカンドステージクリア。ナイス、やりました、ナイス。12秒63残して今日3人目のセカンドステージ突破者となりました。クリアしましたね。まあまあここまでは絶対に順当ですね。まあ、やっぱここで落ちられたらね、俺も嫌ですね。森本さん、はい、これまでセカンドステージ見てどんな印象ですか？そうですね、でもあの実力のある方はやっぱり順当にクリアしてますし、サードステージがとても楽しみです。やっぱりハードな感じは変わってないですか？ああ、ハードだと思います。なので非常にそのクリアした人たちのレベルが上がってるのかなと思います。いや、すっごいこのセカンドステージ難しいんですけど、クリアしてる人、警告音鳴らしてないんですよ。とてつもないことなんで、普通は
数秒残していけるかいけないかのセカンドステージなので、20秒以上残すなんて考えられないです。それだけ本当にみんな練習してきてイメージ重ねてぶつけてるんだと思いますね。本当ハイレベル。今回違った思いとのサスケへの挑戦だと思います。はい、まあ、それでプレッシャーもあったんですけど、まあ、何が、まあ、落ちてもしっかり攻めて自分らしく楽しんでできたらいいなと思って、それが結果に繋がってて嬉しいです。こうボタンを押した瞬間どんな気持ちでした？ホッとしました。ホッとしましたか？とりあえずサードやりたいんでリベンジします。おめでとう。ナイス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 。サーモンですか？サーモンちょっとやばかったね。なんかでそう、ネチャネチャじゃなかったで、滑った。おめでとうございます。おめでとうございます。リベンジします。はい、はやて。うい、ありがとう。タイムバリ聞こえた。えい。俺といいんだよ。あれ、タマ。一人ここ。あ、どうも、分かった。おめでとう。あんちゃん、見てたぞ。よかった。あんちゃん、まだ折れるわ。ありがとうございました。ごめん、ありがとうございました。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。